界は訪れた。そんな空気が今生まれた。誰かを感じながら眺めた。優しさが胸の中暴れた。この時間のせい、この天気のせい、この景色のせい、吸い込んだ音、誰にも見られたくなかった。途端に急に喉が渇いて、ぬるくなったお茶を飲んだ。その時ちょうど目が合って、注ぎながら飲んだ。この時間のせい、この天気のせい、この景色のせい、吸い込んだ音、誰にも見られたく